先客は誰かと思ったが、貴様だったか。代表者会議は先ほど終わったよ。イシュガルドの庶民院という洗礼に倣う形で、民衆に選ばれた代表者による議会を発足させることに決まった。これで、アラミゴにおける我が輩の役目も終わる。故に、ギラバニアの星々を最後に見ておこうと思ってな。どうした？何か忘れでも？ナナモ様、なぜこのような場所に？ラウバーンよ、今日この日をもって不滅隊局長および査活衆としての任を解く。何ですと？ラウバーン、わらわはもう大丈夫じゃ。だからそなたは一人のアラミゴ人として生まれ故郷に帰り、同胞たちのために働くのじゃ。またも全てをお一人でお決めになるおつもりか。一人で決めることの愚かしさなど、とうに悟っておるわ。故に、最も信頼できる者に相談し、熟考を重ねて決めたのじゃ。最も信頼できる者ですと？我が輩は、信頼に値せぬということですか？そうじゃ！己の心の奥底に秘めた本心を、語ってくれぬそなたを、どうして最も信頼できる者と胸を張って言えよう。アラミゴの情勢が落ち着いたら、ウルダハに戻ると、そう語る、そなたの目に迷いがあること、わらわが見抜けるとでも思ったのか！見くびるな！わらわが、どれほどそなたを頼りにし、どれほど信頼してきたのか、分かっておらぬのは、ラウバーン、そなたの方じゃ。しかし、我が輩はあの時、誓ったではありませんか。ナナモ様、あなたの剣となると。わらわは、そなたから新たな剣をもらっておるわ。受験ティソーナを継いだ、ピピンという剣をな。わらわは、その剣を、そして、ロロリトラ共和派の重鎮たちをも、使いこなす女王となってみせる。だから。ラウバーン、アラミゴへ帰るのじゃ。ここが、そなたの故郷なのだから。ナナモ様。
ばんよ。笑え。マラワは、笑顔で送り出したいのじゃ。ありがたきお言葉。これまで、あなたという女王に仕えることができて、光栄でした。明日より、そなたはウルダハの剣ではない。アラミゴの剣であり、より多くを守るエオルゼアの剣じゃ。よいな、ラーバーン。はい。ナナモ様。ラクシュミからみんなを守ってくれてありがとうね、二人とも。おかげで無事に代表者会議を終えることができたよ。よしてくれよ。俺は食らいついていくのに必死だっただけさ。お前が光の戦士と呼ばれる理由が分かったよ。すごかったぜ、本当にさ。そういえば王宮でナナモ陛下に会ったんだ。アラミゴ難民の帰国支援計画の最終的な確認でギラバニアにいらしたそうでね。ラウバーン局長を探していたものだから空中庭園に案内したんだが。なんじゃ、わらわの噂話か。ナナモ様、いえ、そのようなことでは。苦しゅうない、冗談じゃ冗談。それよりもラウバーンよ、ほれ言うべきことがあろう。昨日付で我が輩は不滅隊局長と鎖葛州の任を解かれることになった。父上の職務は私が代行として引き継ぐ。背負った受験がさらに重みを増した気がするがね。ありていに言えば我が輩は職なしということだ。アラミゴに雇われ兵の職でもあれば紹介願いたいのだが。幾分年がいっておりますが、世に名高い戦勝の検討者もなれば受け入れ先も見つかりましょう。あのアラミゴの猛牛が無職とは、これは傑作じゃ。ナナモ様は本当にお人が悪くなられた。ピピンもピピンだ。
笑い事ではないのだぞ。ラウバーン、帰ってくるのね。ああ、どうやらウルダハに帰る家はなさそうなのでな。よかったら我が輩も国づくりに参加させてくれぬか。お帰りなさい、ラウバーン。いやはや驚きの展開だが、その様子だと君はこれを知っていたんだね。やれやれ、今回は見事に出し抜かれてしまったな。しかしアラミゴにとっては素晴らしい朗報じゃないか。